片山晋三を7月26日から1890年12月6日は、して方、関西流能学士。六世、片山黒衛門。忌みは豊光、また三つ吉、黒三郎、一とも名乗る。幕末から明治期にかけて活躍し、当時の関西を代表する、農薬者の一人であった。父は五世、黒衛門豊なお。 片山家は代々京都で活動した関税流職分の家であり、金利での遠慮に出勤するとともに、宗家に代わって京阪地方の関税流を統率する立場であった。当初は三吉を名乗ったが、1856年に御所で黒尾三郎の名で車輪を舞った記録が残ることから、この頃に改名したとみられる。以後父。 豊タと共に金利に奉仕していたが、1861年、改元を祝して模様されたのを最後に、金利五能は途絶える。1864年、金門の変の陛下により、西の党員にあった片山家の部隊が、消失、さらに同年9月、父、豊タカナが47歳で没する。明治維新は、農学界全体に大きな打撃をもたらしたが、京都は、 東京テントの影響もあってその体調は、著しかった。そんな中でも、心臓の名声は高く、金剛流の野村三次郎と共に、関西の総壁と称された。一時阿波に移っていた、金剛金之助が1877年に起落し、精力的な活動を開始すると、それに触発されて、舞台を、新築、1883年には、関西流創家、 関関与鷹、福尾茂十郎などを招いて舞台開きを催した。以後新造はこの舞台で月並み農を開催したほか、また1885年には上京して、翌1886年にかけて3度にわたり、芝農学堂の舞台に立っている。1887年には久しぶりの天覧農が京都で催されるなど、京都農学会に復興の機運が高まる中、 1890年の一血の試し去。45歳。左から、孫の広道、左近、娘、孔子妻、三世八千代1927年頃、心臓の妻が、京米、井上流の名人として知られる三世、井上八千代である。もともと異常流は二世八千代以来混合流の脳の特徴を取り入れていたが、 三世や千代以後一層その影響を色濃くすることとなった。以来片山家と異常流は現在に至るまで密接な関係を持っている。三世や千代は100歳を超える長寿を保って1938年に没した。八千代との間には孔子となる男子がいなかったため、関関与隆の三男、琴吹が娘、講子の子となって片山家を継いだ。琴吹は 片山九郎三郎、後に七世黒右衛門を襲うが、1916年、離縁し、関瀬元吉を名乗った。二人の間に生まれた長男が二十四世、関瀬宗家、関瀬左近、次男が片山博道である。十世、重山千五郎は印象に残った、農薬者の第一として、心臓を上げ、その迫力を、あたけの弁慶などで、 後方に回ると本当に恐れは勝つたものですと、十回している。一方で、もみじ狩りのしてなどでは、ふるいつきたいほどの艶があり、また癖のある歌いだったが、その癖が、また一種ことふに言われぬ味を出していたという。孫の関税左近によれば、三世八千代は夫、心臓の道なりについて、芸が大きくて縁があったと称賛し、それに比べて今の農薬者は、 芸が小さいと評している。実際に、当時、心臓の、道な寺は評判高く、たびたびこれを待っている。また大の酒好きであり、炎狼の前には必ず、お春、一杯、と叫んで八千代に、湯飲み一杯の冷酒を出させ、それを飲んでから舞台に上がったという。今後金之助、狂言の野村又三郎夫氏と共に招かれて、広島で、 炎農旅行に出た時には毎日酒を飲み続け、すっかり一文無しになってしまった。直後に福山での炎納を依頼されて事なきを得たが、その福山でも毎日酒を飲んでいたという。娘の講師によれば、八千代との間の夫婦喧嘩は日常茶飯事であったが、大抵は心臓の側が分が悪く、火鉢や鉄瓶を飛ばされていた。最後には八千代が家を飛び出してしまうので、 心臓が詫び状を書いて講師に持たせ、仲直りをしていたという、ありがとうございます。